こんにちは。こんにちは。豊川さん、うちの相方なんですけど、ヒゲ生えちゃってるんですよ。スポーツマンとしてこれはありですか、豊川さん的に。巨人だったらレッドソックスなら大丈夫。はい、ということでですね、今回はその球団によっていろいろ規則があると思うんですよ。そういうのをちょっとこう聞きたいなと。僕ら分かんないじゃないですか、やっぱり球団の中にいる人じゃないと。でも普通のさ、社会人として例えばジャイアンツって言ったら一流企業じゃない。ヒゲ生やしたり髪染める、一流企業のやつ染めてるやついる？絶対ないっすね。その考えと一緒だよ。もう俺びっくりしたのが、星野さんが監督になって、はい、祈り挨拶したらさ、無視されたの。あどうしたって聞いたら、いや、まあ、挨拶するなって言われてるけど、怒らんだろうとか言って、まあでも戦う意識をつけるという意味では、監督によって違うよ、ね。例えばジャイアンツから来た須藤さんとか、まあ、その人はやっぱりヒゲとかダメだった。でもね、はいはい、科学的に検証してる人がいて、はい、髪を染めてる人っていうのは、情緒不安定になりやすい。で、情緒不安定になるっていうことは、スランプに入ったら長いっていうこと。だからそういうところに意識がいかない人の方が成績は安定し、安定して貢献する。そういうね、データが出てる、はい。まあ、そういうところに野球やってて気がいくっていうのがさ、監督だとか選手を預かってる人間とすれば不安な部分になる。だから宮崎の時言ったじゃん、サロに行ってる。でもそういうところに気が入ってるうちはダメだと言う。野球のことを常に考え、一心不乱に、でオフになって髪染めたとか、そういうんだったら別にいいけど、でまたシーズン入る前にちゃんと戻してきた。やっぱそれが普通じゃないかなと思う。球団の規則というよりも自分の規則だよ。元ヤクルトのホージー選手、ヘルメットにプリクラ貼ってましたけど、あれは練習の時だけじゃない、ファンサービスだよ。だからそういうのは外国人っていうのはクリエイティブだよ。確かに。あ、 DeNA はどうなんですか。そうですね、 DeNA はやっぱそういう規則というか、そういうのはちょっと厳しかった。おなんていうのかな、やっぱジャイアンツが一番厳しかったな。そういう意味ではやっぱ注目もされてるしさ。そうですよね。昔は一歩出たらすぐ顔がバレてたから。はい、豊川さんってそのまま外出られるんですか。俺出ないでしょ、お前。でもさ、さっきさ、マネージャーがさ、警察捕まってたんだよ。俺、助けてやらないかんなと思ったら、俺出しに言い訳してんだよ。やっぱ元プロ野球選手が来るからって。おい、俺が入ってたら来た来ただって。俺も助けてやろうと思って、行ったら、あなた誰ですかね。知らんのかいみたいな。本編より面白い話だよ。そうっすよ。でも、どの球団も、すごく正してきてる。で、みんな、移動はスースじゃん、普通。あんま気じゃすぎて同時とかそれが大事なんですか。やっぱその意識だよな、見られてる。ああ、まあそうですよね。だからそういうのやつで絶対やらなかったみたいな、見られてるっていう感覚があるから。でもパ・リーグの選手は今もう見られてるからな。まあそういうことでした。はい、さよなら。さよなら。